ぬくいあすな選手です。あすなさんがあすなりにエントリーしていただきました。私のルーティンをですね聞いておりますが、試合前に必ず弟からの誕生日プレゼントであるタオルを使うということで、ですね、はい、ぬくいさんはですね5人兄弟の一番上のお姉さんでして、非常に面倒見のいいお姉さんだというふうに聞いております。このテクンドーですね、彼女は49キロ級なんですけども、国内でもめきめき力をつけてきておりまして、今のトップのレベルの方に来ております。来年4年後に向けてですねますます期待ができるというところでございます。はい、それではプレゼンテーションの方をお願いしたいと思います。ぬくいさん、ごめんなさい、まず映像ですね。この赤の方ですね、赤の方がぬくいさんです。この片足になった時のバランスが非常に素晴らしいです。今16対11で、ゆくいさんがリードしています。今また入りました、19点。はい、以上でございます。ありがとうございます。それでは、ゆくいさんよろしくお願いします。タイトルは、勝ちたい理由は何だ?です。
ずは競技歴は短いですが努力を忘れず、まずは日本代表選手となり、今後は東京オリンピックへの出場、金メダルの獲得に向けて頑張っていきたいと思います。私の持ち味はパワーです。上がっている足同士の戦いでは負けません。それは小学生時代、父に体で厳しく鍛えられたことと陸上の中長距離走での脚ついた脚力のおかげだと思っています。性格の面では私は5人兄弟の長女として育ち、常に自分自身明るく周りを元気づけるように心がけてきました。兄弟の世話をするうちに人の感情を読み取る能力が身についたと思います。なので接する友達が落ち込んでいるときは元気づけるようにしています。企業に入っても周りの雰囲気を明るくできるような存在になりたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。はい、ぬくい選手ありがとうございます。ぬくい選手にもですね、やはり仕業を見せていただきたいというふうに思うんですが、今日は何を見せていただけますでしょうか。はい、コンビネーションの5連続技をしたいと思います。はい、じゃあちょっとセルヒオさんお願いします。次回の大会の予定なんですが、同じく9月4日に全日本学生選手権が岐阜の方で、ございます。ちょうど去年の大会ですかね、これ全日本の大会、彼女は49キロ級で優勝しております。はい、ということでまた、応援お願いします。ありがとうございました。